続いて30代女です。異性の対象について教えてください。今お付き合いしている男性の対象が出会った時からずっとします。しかし彼は元カノや友達に対して言われたことは全くないと言います。香水のようないい匂いではないんですが、その対象って安心し1メートル離れても匂いが、わかります。また彼が去った後にも部屋に匂いが残ります。これってどういう理由なんでしょうかってことなんですが、実はですね、女性は自分の好みのタイプの男性を匂いだけで当てれるというぐらい、対象にというか匂いに対して敏感だということがわかってます。で、元カノとか昔の人たちにそういうこと言われなかったってのはどういうことかっていうと、実はねこれ面白い実験がありまして、いろんな男性の T シャツの切れ端をですね、あの瓶の中に詰めるんですよ。で詰めて女性に嗅いでもらうんですね。でどの T シャツの切れ端の香りが一番ですね好きだったかみたいな、いい匂いだと感じたかってことを答えてもらうんですよ。でそれからあのその T シャツの持ち主たちの写真を並べて、好みタイプのですね男性の写真を選んでもらうと、さっき写真を見ないで選んだ、T シャツの切れっ端、要するにその匂いですね、その男性の匂いとその写真が一致する可能性が異常に高いっていう、そういう研究があるんです。要するに女性は好みのタイプの匂いで当てられるので、本当に好きな人の匂いが感じられるっていうのは、嫌な匂いだというふうに感じないのであれば、それは自然な現象だと思うんでいいと思います。むしろうまくいくんじゃないですかね。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。